3秒を切りました。7レース準々決勝戦スタートしていきました。ハンデ10のスタート、外から3番の野田先行していきました。5番の穴見が枠なりスタートを決めていきます。6番の岩崎、7番の笠木、枠なり順です。3番野田が早めに攻めていきまして、1周3コーナー1番の藤本を攻略したんですが、やや流れました。逆転していきます。1番の藤本、3番野田は再び2番手です。その後ろ2番の西川、3番手から4番手少し車間空いています。4番浅香、その後ろ5番の穴見、6番の岩崎、7番笠木と体勢変化はありません。3番野田が3コーナーで再び仕掛けていきます。今度はしっかり回っていきたい3番野田、先頭に立ちました。1番藤本が2番手、2番の西川が3番手です。その後4番浅香の後ろ、5番の穴見がなかなか上がっていけずにまくってきた6番の岩崎、このまくりが決まるか、うち抵抗を見せる5番の穴見、その外から7番笠木ですが、穴見が後続人気の2者を抑え切っています。まだ30戦後方3者となっています。残りは3周しか残っていません。先頭に立った3番野田は独走展開です。1番の藤本が2番手、2番の西川が3番手、その後穴見をまくり切った6番の岩崎でしたが、今度は4番浅香が壁になって上がっていけない。7番笠木もまだ最後方です。このレース2番手以下は団子状態。1番の藤本が2番手、2番の西川が3番手、残りは2周です。最内から5番の穴見が行く。2番の西川を捉えてきたか、最内から穴見が3番手に上がりました。6番の岩崎、7番の風木はまだ後方という展開です。5番の穴見がそのままの勢いで1番の藤本までかわしました。2番手です。3番手から1番の藤本コースから6番の岩崎が狙ってきた。残り1周、青旗振られてファイナルラップ、なんとか追い上げて岩崎が3番手に上がりました。先頭は3番野田、今日は独走展開です。2番手は5番の穴見、もう一度6番の岩崎が穴見に対してチャージをかける。笠木は4番手です。最終周回3コーナー、3番野田光弘後続を振り切りました。野田光弘が勝利。2番手はどうか、5番の穴見、よくできました。まで3秒を切りました。11レース準々決勝戦スタートしました。最終班のスタート、7番佐藤孝也、そして6番の壁、スタートを決めていきました。30戦両者を叩いていきました。7番佐藤孝也が早くも4番手、6番の岡部が5番手、外から4番の鈴木一馬の巻き返しなるか。5番の中田はやや遅れました。最後方です。3番の下平が3コーナーで2番米里をかわしまして白山の後ろに来ています。レースは2周目、1番の白山の逃げ体勢ですが、どこまで踏ん張りきれるでしょうか。3番の下平、そして3番手に早くも7番の佐藤孝也、人気3者が前を固めています。そこにアメコーシャ、6番の岡部が4番手追走という形になりました。1番下平先頭、1番の白山が先頭、3番の下平が2番手、3番手に7番の佐藤孝也、そして6番の岡部という前4人は固まっています。1番白山がインコースをきっちり守る形になるか。3番の下平が内をついてきた。1番の白山を
をインからかわして3番下平が先頭に上がっています。7番佐藤孝也3番手、6番の岡部が4番手です。7番佐藤が内をつく、1番の白山をさばいていこうという動き。7番佐藤孝也が2番手に上がりました。そして6番岡部も続いていきたいところ、ここは抑えた1番の白山3番手です。残りは2周半、3番の下平が抜け出しました。3写真4写真とリードを奪って7番の佐藤孝也が2番手、3番手は1番の白山、外に持ち出した6番の岡部がまくってくる。残りは2周の終盤戦、6番岡部が白山をまくりまして3番手に上がっています。前2人、3番の下平に追いついた7番佐藤孝也、残り1周半仕掛けていけるでしょうか。3番の下平連勝を狙って残りは1周です。青旗振られてファイナルラップ、3番佐藤孝也2番手、ここも外、3番手は6番の岡部です。最終周回に入って7番佐藤孝也がまくっていく、このまくりを跳ね返す3番の下平、佐藤孝也は2番手、もう一度外から行きます。6番の岡部が3番手、最後の直線下平が打ち、佐藤孝也はどうか外から伸ばしていきますが届きません。3番下平連勝ゴール、惜しい。残念でした。3秒を切りました。最終12レース準々決勝戦スタートしました。3番小林幸スタートうまく切れませんでした。4番の御所がスタート先手を奪っていきます。最重半のスタートですが5番の鈴木正光が枠なりスタート、6番谷津、7番の木村武となっています。3番小林幸は最後方です。早めに6番の谷津がインコース、鈴木正光を捉えていきまして上がっていきます。4番手木村少々離れていますがそこについていきたいところです。1番の岩本君を序盤戦は大逃げ、昨日も急な雨一気の失走路という形でしたが今日はしっかりと走っていきたいところ。離れた2番手2番の高木、3番手には4番の御所、外から並ぶ6番の谷津です。その後ろ少し車間が空きまして7番の木村武が5番手に上がってきました。5番の鈴木正美と並んでいます。3番小林幸は大きく離れた最後方です。4番の御所をかわしました6番の谷津啓司、3番手浮上です。京阪勢1番岩本、2番の高木、この辺りがレースを引っ張っていく。が3番手に上がって前を追いかけていきます。4番御所はさばかれて現在4番手、その後ろが7番の木村武史、残りは3周です。1番の岩本まだ4写真5写真とリードを保っています。じわじわと差を詰める2番の高木、その後ろでは6番の谷津が3番手から2番手に接近します。その後少し離れまして4番の御所、そして7番の木村武史です。1番の岩本のペースが落ちてきました。高木そして谷津、この両者迫ってきて残りは2周となっています。4番の御所そして7番の木村武史、前は5人固まってきました。残り1周半、6番谷津がインコースから仕掛けていきました。中段では木村武史も御所をさばいていく。4番手から3番手にも接近します。先頭1番岩本、残りは1周、青旗振られてファイナルラップ、最終周回1コーナー、谷津啓司間に合った。ここで先頭に上がってきます。インコースから7番の木村武史も3番手まで来ています。先頭6番谷津、2番手は1番の岩本、3番手は7番の木村武史、最終周回3コーナーに入っています。2番手は岩本が残せるか、木村は3番手、先頭6番谷津啓司だ。この雨の中谷津啓司2番手最後、いやー惜しい。です。ブルーランプが消えていきます。スタート5秒前、チャリロトハイ G2 ミッドナイトチャンピオンカップ優勝戦スタートしました。注目のスタートは誰が行く。4番スタミが立ち遅れました。左右内から
高宗が渾身のスタートだ。トップスタート、6番の有吉がウインコースへと潜り込んでくる。3番と上がりました。序盤戦で2番の東尾野が動けるか。1番の高宗先頭をキープしています。2番手が東尾野、3番手6番の有吉と地元3名がまずは上位を固めています。4番手以下が遠征勢となっています。さあ初代覇者へ向けて地元勢負けられないところ、中段ではちょっと平田が滑っている。仕掛ける6番の有吉が東尾野を突破して2番手へと上がりました。地元同期の2番手争いは有吉が一歩前に出て東尾野が3番手交代しました。中段には3番の前田潤、5番の平田、4番の佐美、そして伊藤の棒ですがまだ最後方であります。さあ波乱の様相でしょうか。3番手と前田潤が東尾野を捉えて上がってまいりました。仕上がり良好の前田潤が3番手だ。さあここで有吉が動く。有吉が高宗を、おっと、なんと高宗が落車、6番の有吉と1番の高宗落車しております。有吉がスリップ転倒、1番の高宗とともに落車、波乱となっています。さあ残り4周回、先頭に躍り出る形となったのは3番の前田、4番のスタミが2番手、気づけば山陽勢が先頭2番手、山陽同期の争いになっています。3番手2番の東尾野、その後に7番の伊藤の棒、4番手5番の平田がその後ろ。さあ残りは3周回となっています。さあ優勝戦線は前田かスナミか、この2人に絞られたのか。そこに7番の伊藤の棒が終盤戦追い上げを決めることができるかどうか。さあまだ2周残っている。先頭3番の前田潤、2番手4番スナミ、さあ残り2周回、優勝戦も山陽勢の攻防となっています。しかも同期の争いです。前田潤かスナミか、それとも伊藤の棒がここからミラクルを起こすのか。前の3人がだいぶ凝縮してまいりました。先頭前田、2番手がスナミ、3番手伊藤の棒、ブルーフラッグ残り1周回です。さあ突破争いは前田に、4番のスタミが外から開けてくる。伊藤の棒もワンチャンスを伺ってくるか。さあ最後前の3台固まるが、外からスナミを強襲だ。前田かスナミか、山陽同期の攻防はわずかに前田か。よくできました。